今日は来日初登板初先発のニックネームフローことフローレスでした。立ち上がりは素晴らしいピッチングでした。まあ、このまま行ってくれるかなというような雰囲気もジョニーさんありましたよね。まあ、立ち上がり見て非常にこう可能性を、ね、感じるピッチャーでした。そうですね。ストレートにもキレがありました。そしてマーティンのファインプレー、攻守もあって3人で打ち取ったという立ち上がりのフローレスでした。一方のライオンの先発は与田です。ランナー1人を出した後、3番好調の菅野はセカンドゴロダブルプレーに打ち取りました。与田の立ち上がりはいかがでしたか。与田投手もね、持ち味はちゃんと出てましたよね。そしてゲームは2回です。ランナー2人を置いてノーアウトランナー3塁1塁。今日お立ち会いヒーローインタビューの栗山、低めのスライダーをうまくすくってのライトオーバーの先制タイムリーヒットでした。山川帰って1点先制。その後森が三本山に挟まれます。まずは栗山のタイムリーヒットで埼玉西武ライオンズが先制したという今日のゲームでした。そしてゲームは2回の裏です。2者連続ヒット、ランナー2人を置いてバッターボックスに今日スタメンの安田。まあ、ジョニーさん、完璧な当たりではありませんでしたけど、狙っていった安田に軍配でしたね。カウントはね、ピッチャー不利になってるんでね、自分がこう狙いたい球をしっかり打ってっていうところでのヒットになったと思いますね。マリーンズは3連打で1点取って同点。さらには柿沼スクイーズが決まって2対1、勝ち越しに成功したという井口ロッテでした。そしてゲームは3回の表です。この場面はランナー1塁3塁、3イニング目のフローレス。この先は左中間を破っていく逆転の2点タイムリーツーベースヒットになりました。ランナー2人帰ってきて3対2、ライオンズがまたも一歩前に出ます。そして何よりも大きかったのはこの1本でした。ツーアウトながらランナー2塁3塁、外のボール、これ入ると思いましたか、ジョニーさん。少しでバットの先上っ面ですよね。でも最後はやっぱこうしっかり手を伸ばして打ってるんで、その分伸びましたよね。そうですよね。ベテラン栗山のスリーランホームランが生まれて一挙5点を取ったという埼玉西武ライオンズ3回でした。一方で茨城マリーンズは3回の裏、菅野のタイムリーヒットで1点を返して6対3となります。さらにはレアード、強い当たりではありましたがサードゴロ、ウーネンティンから殿崎、殿崎から山川へと渡ってダブルプレーになります。まあ、ここは与座がよく粘りましたよね。そうですね、ここもね、厳しいところで、ね、しっかり投げ込みましたからね。はい、ゲームは6対3で5回の裏です。与座勝ち越し、勝ち投手の権利を得るための5回ではありましたが、レアードにライトオーバーぐんぐん伸びていってタイムリーヒットを許します。まあ、あとアウト1つを取るのが非常に難しいということを感じたこの5回の与座のピッチングでした。まあ、悔しいでしょうね。そうですね。5回2アウトで平井、インコースからの素晴らしいスライダーでした。井上誠也見逃し三振です。ゲームは6対4で6回です。3番手のマウンドにはサスポーの中村です。ランナー1人を置いてスパンジェンマーク、ここは高めを見事に捉えましたね。その前に、ね、フォアボールだったんですよね。はい、それはスパンジェンバーグが分かってて、甘い球ストレートを狙ってるっていう、ね、はい、コメントも出てましたけどね。まあ、仕留めましたね。スパンジェンバーグのツーランホームランで2点追加、8対4と変わります。そして8回の裏です。ランナー2人を置いて佐藤、いい当たりではありましたけどもファーストゴロでした。得点ならず千葉ロッテマリーンズ、8対4でゲームはついに最終回へと向かっていきます。9回の裏のマウンドはライオンズは守護神の増田、まずは先頭の代打岡の当たりをこの好プレー鮮やかでした。その後ランナーが出て
さらには菅野、内野安打をもぎ取ります。ランナーを2人が止まってレアード、初球から狙っていきました。三遊間、レアードのタイムリット、これで8対5、3点差まで来ます。ランナー2人を置いた状態、ホームランが出ればというところでしたが、井上誠也、最後はショートゴロでした。8対5、このゲーム埼玉西武ライオンズが取ってカード勝ち越しを決めたというゲームになりました。さあ千葉ロッテマリーンズは開幕から